ジャンカルロ・クルーズ・マイケル・スタントンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、パノラマシティ地区出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は MLB のニューヨーク・ヤンキース所属。メジャー初出場の2010年から2年間は、登録名をマイク・スタントンとしていた。ジャンカルロ・スタントンと表記されることもある。マイアミ・マーリンズ及び、 全身球団の通算本類打記録を保持している。父はアイルランド系アメリカ人、母はアフリカ系アメリカ人とプエルトリコ人の根血。にもかかわらず、ジャンカルロというイタリア系の名前をつけられたのは、単に両親がその名前を気に入っていたというだけで、特に深い意味はないという。以前の登録名マイクは、ミドルネーム、マイケルの短縮形である。父と親類はマイク。 母はもう一つのミドルネームで彼を呼ぶが、本人はジャンカルロが気に入っているという。子供の頃の好きな野球選手は、ロサンゼルスドジャースのラウル・モンデシー。彼をミニスタントーンは、親子で、ドジャースタジアムをたびたび訪れており、1999年4月23日に、フェルナンド・タティースが、ボクサン・ヒロシから、史上初の1イニングにマウンドイ・ホン・ルイダを放った、試合も、球場で、 生観戦していた。地元カリフォルニア州サンフェルナンドバレーのバード・オヒルズ、高校で2年間を過ごした後、近くのノートルダム高校へ転校。そこでスタントンは野球とアメリカンフットボール、バスケットボールの3競技それぞれで優れた才能を発揮する。最上級生となった2006年から2007年にかけて秋にはフットボールで、 ディフェンシブバック兼レシーバーとしてチームを11勝1敗の好成績に導き、冬にはバスケットボールで1試合平均19.7得点13.2リバウンドを記録、春には野球で打率386.8本塁打という数字を残した。卒業を控えた頃にはスタントンの進路選択に注目が集まる。南カリフォルニア大学は 野球とフットボールの小学生としてオファー。特に全米屈指の競合として知られるフットボールでは、ヘッドコーチのピート・キャロルがスタントンと直接面会して、タイトエンドとして勧誘した。2007年6月上旬に行われた MLB の MLB ドラフトでは、2巡目でフロリダ・マーリンズがスタントンを指名。迷った末、8月上旬にスタントンは、マーリンズと契約を結び、 プロの野球選手になることを選んだ。契約後、マイナーリーグでプロデビュー。最下層のルーキー級、ガルフコーストリーグで8試合、SSA 級、ジェームズタウンジャマーズで9試合の、計17試合に出場して2007年を終える。シーズン終了後には、ベースボールアメリカの若手有望株ランキングで、マーリンズ参加では最高のパワーヒッターという評価を受けた。2008年は、 A 久グリーンズボログラスホッパーズで125試合に出場し、打率293.39本塁が97打点を記録。ただ、この成績は球場の狭さに助けられてのもの、翌年以降は続かないという声があり、それがスタントンの耳にも入っていた。その一方でシーズン途中には7月終了時点で58勝51敗の ナリーグ東地区3位につけていたマーリンズが、ポストシーズン進出のために、ボストンレッドソックスからトレードで、マニーラミレスを獲得しようとしたが、交換要因に、スタントンを要求され、拒否、結局トレードが実現しなかったということも起こっている。2009年、オールスターフューチャーズゲームに出場する。2009年は、ATBA 級ジュピターハンマーヘッズで、シーズン開幕を迎え、 50試合で打率、294.12本塁が、39打点という成績を残して、6月上旬には AA 級ジャクソンビルへ昇格。7月にはフューチャーズゲームに選出され、試合では5回表の守備からジェイソン・ヘイワードに代わって、途中出場している。AA 級昇格後は79試合で打率、231.16本塁が、 53打点と成績を落とした。2010年2010年には同級にも適応。開幕から53試合で打率。313.21本塁打、52打点という数字を挙げる。5月6日の試合では、推定飛距離500から550フィートの本塁打を放ち、それを見ていた断面屋が、ジが女子ジョンソンにあんなに飛んだ打球は、 今まで見たことがないと電話するほど、スタントンの持つパワーは20歳にして、すでに AA 級でも抜きんでたものとなっていた。6月6日に、マーリンズはスタントンについて、AA 級ニューオーリンズ・ジェファーズを飛び越して、メジャーへ昇格させることを決定。アラバマ州モンゴメリーに遠征に出ていたスタントンへ、球団オーナーのジェフリー・ローリアが自ら電話して、そのことを告げた。日。 シチズンズバンクパークでのフィラデルフィアフィリーズ戦に7番右翼として先発しメジャー初出場を果たす。20歳212日でのデビューは2003年のミゲル・カブレラに次いで球団史上2番目に若い。この試合は2回表の初打席でカイル・ケンドリックから内野ンダを放つなど5打数3ンダを記録した。 メジャー初本塁打は9試合目の出場となった18日のタンパベイレーズ戦でマットガーザから満塁の場面で放った。6月終了時点で19試合に出場し、打率230.2本塁打31三振と低迷していたが徐々に成績を上げていく。7月は月間打率こそ233と、 前月と変わりないが、本塁打は7本放ち月間オプスも、906を記録。8月は、11日のワシントンナショナルズ戦で5打数を、安内地本塁打4打点を挙げ、その日から3試合で4本塁打を放つなどの活躍で、その週の週間 MVP を受賞した。最終的には、新人最多の22本塁打で1年目のシーズンを終えた。 AAQ ジャクソンビルでの成績と合わせると、この年スタントンは、K43 本塁打を放ったことになる。フィリーズ監督のチャーリー・マニエルも、彼よりボールを強く叩ける奴はいないと感心していた。2011年は、スプリングトレーニング序盤で太ももを痛め、オープン戦にはわずか6試合しか出場できなかった。4月1日のニューヨーク・メッツとのシーズン開幕戦には4番。 右翼として先発出場したが、太ももの調子が思わしくなく途中交代し、翌日以降の1週間は出場を見合わせたり代打として出場したため、4月は22試合の出場で、本塁打は2本にとどまる。また、6月には右目の視界がぼやけて見えるため試合を欠場したこともあった。それでもシーズンを通しては、リーグ5位の34本塁打。 本類打率15.2はプリンスフィルダーに次いでリーグ2位だった。この年の6月からマーリンズの監督代行として指揮を取ったジャック・マキーオンはかつて自分の下で若き手法として活躍したカブレラとスタントンをよく似ているとした上で当時のカブレラと比べればスタントンの野球経験は短いのでまだ成長の余地があると期待を寄せている。 2012年2012年は7月に膝を痛めて一時、先々離脱したものの、自己最高の37本塁打を放ち、長打率はリーグ1位だった。8月17日のメッツ戦では、この年の MLB 最高飛距離となる494フィートの特大本塁打を放った。シーズン終了後の11月13日にはマーリンズが主力5選手をトロントブルージェイズに、 一斉放出する大型トレードが報じられ、自身のツイッターで球団に対する怒りをあらわにするつぶやきを発信した。2013年はシーズン開幕前の2月27日に第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。2014年1月17日にマーリンズと650万ドルの1年契約を結んだ。 9月11日のミルウォーキーブルワーズ戦でマイク・ファイヤーズの投球が顔面に直撃し、負傷退場した。怪我は顔面の複雑骨折と診断され、シーズンの残りの試合を欠場した。負傷するまでは全試合となる145試合に出場し、37本塁打を打って、自身初の打撃タイトルとなる本塁打王を獲得し、球団史上初の本塁打王となった。 また、シルバースラッガー賞とハンク・アーロン賞も自身初めて受賞した。シーズン MVP の辞典となるなど高く評価された。オフの11月20日にマーリンズと北米プロスポーツ史上最高額となる総額3億2500万ドル、出来高の13年契約に合意した。この北米プロスポーツ史上最高額というのは年俸ではなく総額で史上最高という意味である。 2015年2015年4月16日のメッツ戦通算155本目の本塁打を打ち、弾アングラの持つ球団記録を更新した。6月26日、打席で三振した際に左手を痛めた。試合後、左手の言う針骨の骨折が判明し、故障者リストに登録された。その後、オールスターゲームに外野手部門の任意で選出されたが、出場を辞退した。 左手を骨折するまでに打率、265、27本塁打、67打点などの成績を残し、本塁打と打点で両リーグ1位だったが、故障から復帰することなくシーズンを終えた。2016年、ホームランダービーで優勝する。2016年は5月上旬から6月中旬にかけて深刻な打撃不振に陥り、 一時は打率1割台にまで低下した。6月下旬頃から復調すると、7月5日、6日の試合にかけて4打席連続ホームランを記録するなど、復調し、前半戦トータルでは打率、233まで戻し、20本塁打を放った。オールスターには選出されなかったが、ホームランダー B には出場。3戦合計で61本塁打を放ち、優勝した。 なお、61本は2005年に、オビーア・アブレイユの達成した41本という、ダービー記録を大きく上回る、歴代最多記録となった。8月13日に、走塁中に足を負傷して故障者リスト入りした。不審や、故障離脱の影響で119試合の出場に止まり、打率、240.27本塁が、74打点に、終わった。ライトの守備は、 106試合で4失策、守備率982だった。なお同年、通算200本塁打を達成。2017年は、シーズン開幕前の1月24日に、自身のインスタグラムで第4回 WBC のアメリカ合衆国代表への参加の意思を表明し、2月9日に選出され、2大会連続2度目の出場となった。大会を通じて、 打率こそ2割を切るものの3月18日の準々決勝ドミニカ共和国戦で勝ち越しにランを放つ活躍を見せる3月22日の決勝をプエルトリコ戦に勝利し初の優勝を果たしたシーズンでは前半戦を打率27727 27本塁が60打点の成績で2年ぶり4回目のオールスター選出を果たした 地元開催のオールスターで期待されたが、ホームランダービーでは1回戦敗退、ゲームでは3打数無安打2三進と結果は出せなかった。後半戦に入ると調子を大きく上げ、8月7日のナショナルズ戦でマックス・シャーザーから自己最多大記録となるシーズン37号本塁打を記録した。8月11日に自身初のシーズン40本塁打を記録し、 1996年にシーズン42本塁打を記録したゲイリー・シェフィールドに、ついで、球団史上二人目のシーズン40本塁打以上を記録した選手となった。8月13日にシーズン42号本塁打を記録し、シェフィールドの球団シーズン本塁打記録に並ぶと、同時に通算250本塁打を達成した。8月27日のパドレス戦でキャリア初となる。 シーズン50本塁打を達成し、史上6人目となる8月の段階でのシーズン50本塁打達成でもあった。8月は打率349、18本塁打を放ち、月間 MVP を受賞した。なお8月に18本塁打を放ったのは、1937年のルディオークと並びたい記録。最終戦には一番打者として、 先発出場するなど大台へのお膳立てがなされたが、残りの3試合で、ホームランは出ずシーズントータルで59本塁打となった。それでも本塁打、打点、長打率はキャリアハイを記録し、オプスは自身初めて1.000を超えた。また、本塁打、打点の2冠を獲得し、特に本塁打は2位と20本の大差をつけた。王は、フワーでリーグ二位の点九。 ルーハーでリーグトップの7.6を記録した。シーズンオフにはな、リーグの MVP を受賞、2位の上位ボットとはわずかにポイント差の接戦であった。2017年12月11日に、スターリン・カストロとホルヘグズマン、ホセデバーストの1対3のトレードで移籍した。2018年2018年は開幕戦で、初打席を含めて2本塁打を打った。 ヤンキースでの初年度の開幕戦でマルチ本塁打を打ったのはジョー・ペピトーン以来だった。5月15日に千本安打を達成した。6月4日のデトロイト・タイガース戦で2014年に顔面直撃死球を投げたマイク・ファイヤーズから再び死球を受け、激光した。次の打席で左翼へ本塁打を打ち、その際にファイヤーズに対して指を向けた。 8月10日のテキサスレンジャーズ戦では2015年に導入されたスタッドキャスト史上最速となる121.7マイルパーアーの本塁打を放った。8月30日にメジャー歴代147人目となる300本塁打をフランシスコ・リリアーノから打った。2018年は158試合に出場し打率266.38本塁打。 34二塁打、100打点だった。一方で211三振も記録し、球団記録を塗り替えた。ポストシーズンのワイルドカードゲームのオークランドアスレチックス戦では、ブレークトレイニンから、ポストシーズンにおける自身初の本塁打を打った。2019年は開幕直後から、左上腕二頭筋の故障で故障者リスト入り、その後も左肩、左ふくらはぎ、 膝の故障で18試合の出場にとどまった。ポストシーズン、アルックス第一戦では、本塁打を放ったが、内野安打で出塁した際に、右大体4頭筋を痛めて、翌日は、先発から外れた。フェースガード付きヘルメットを着用している、スタントン打撃時のスタントン規格外のパワーを持つ、MLB を代表する大砲。打球速度が非常に速く、 平均打球速度は97マイルパーアワーとなっており、MLB でもトップクラスの速さとなっている。2015年以降の最高打球速度は123.9マイルパーアワーで、これはスタッドキャストによる計測史上最速の打球速度である。三振は多いが、変化球に対する間の取り方もうまく、嫉妬を待ってスタンドに叩き込むパワーがある。単に、 ホームランを量産するだけでなく、飛距離のある特大の一発や、ライナーがそのままスタンドに届くような低弾道の一発をよく放つ。前述した2014年11月の顔面直撃死球により負傷した幹部を守るため、2015年シーズン以降はフェースガード付きヘルメットでプレーしている。守備時のスタントン強権で、守備範囲も平均以上のレベルを誇る。父親や自人は、 彼のことをマイクやマイキーと呼び、高校時代からメジャー2年目あたりまではマイクスタントンとして知られていた。しかし2011から2012のオフシーズンに行ったヨーロッパ旅行で自分の名前に親しみを覚え、開幕前に本名であるジャンカルロと呼ぶよう周知した。ちなみに母親はミドルネームのクルーズで呼ぶ。幼少期はロベルト・クレメンテや、 イヴァン・ロドリゲスを憧れとしていた。2015年1月、マーリンズを代表する選手として、地元マイアミで開かれた世界三大ミスコンテストといわれるミスユニバースの審査員を務めた。ありがとうございます。